エーテル戦線ってのも意味わかんないんだけど。ゲーム？どんなゲームのプロモーション？ふむふむ。カンパニーの最先端エーテルコピー技術を利用して、それを出力することで、他のプレイヤーと対戦できる。へえ、結構面白そうだね。だよね。あんたがゲーマーなのは前から知ってたもん。なんでそんなに嫌そうなの？よく考えて。エーテルコピーだよ。あの性格ハンターの女の子が使ってるとこしか見たことない。行こう行こう。うちの付き添いだと思ってさ。リベットタウンの広場だよね。善は急げ。早速出発しよう。二人ともきっと来てくれると思って、早速エーテル戦線について説明しますね。僕は18年もプレイしている古参勢なので。そうそう、うちらすっごい気になってるんだ。まさかこの僕がゲームの布教に成功する日が来るなんて。え、そんなに喜ぶほど布教できてなかったって。まさか。違いますよ。ただそのずっとゲームをプレイしている身として、僕の名誉にかけて保証します。これは宇宙の最先端を行く娯楽。鉄は熱いうちに打て。二人が興味を持ってくれたなら、見てください。ここが今シーズンの青函決勝フェスティバルのステージ。活気を取り戻したヤリ色6が早く流行に追いつけるよう、競技協会は特別にこの星を選んだんですよ。よろしい、全て計画通りですね。あれ、あなたはジョバンニさんじゃありませんか？ん？ああ、ワイルダーさん。どこに行ったのかと思ったら、まさか美しいお嬢さんを二人も連れてくるとは。ようこそ私の競技場へ。私の予想が正しければ、あなたたちは開拓者ですね。青函決勝フェスティバルのことを聞いて腕を振るいに来たのでしょうか？ねえ、この人の仮面ちょっとかっこいいと思わない？やはりそうでしたか。あなたは噂通りの方のようですね。私はジョバンニ・デ・ジョルジオ・ダ・イプシロン。イプシロンのしがない商人であり、今回のフェスティバルの単独スポンサーでもあります。以後お見知りおきを。自己紹介ありがとう。ジョバンニ・デ・ジョル、なんとかか。聞くからにすごそうな人だけど、なんでここにいるの？さすがはベロブルグを救った開拓者。あなたは本当に鋭く。さて、美月さんの質問に答えさせていただきますが、ご覧の通り、青函決勝フェスティバルは間もなく。そして私は今回の大会の単独スポンサーとして会場の運営状況をチェックしに来たのです。それに大会に出場するプレイヤーやお二人とお近づきになりたいと思いましてね。広い宇宙で商売する以上、もしお二人が私のことを友人と呼んでくださるなら。仮面をつけてていかにも怪しそうだけど、でも悪意はないみたいだし、親しみやすいかも。うん、うちもあんたの判断を信じる。あなたたちのような友人ができるなんて。エーテル戦線というゲームについてはすでにワイルダーさんから説明を受けたと思いますので。ジョバンニさん、それは僕の仕事なので。いいんですよワイルダーさん、せっかく友人になれたのですから、私が説明しないわけにはいきません。ありがとうございますジョバンニ。さあ、何でも質問してください。会場と青函決勝フェスティバルについて。あ、じゃあこれまでいろいろと話を聞いたけど、先にゲームで遊んでみてもいい？もちろんです。特別に私のエーテルをお貸ししますので、ぜひバトルの楽しさを体験し。おや、あちら。ちょっと、その手に持ってるコインを渡しなさい。
このガキ、この年で手癖が悪いって。これは俺が拾ったんだ。ちょっといい加減にしなよ。子供をいじめてどうすんの。開拓者の姉ちゃん、こいつは危険だ。大丈夫、うちらに任せて。カンパニーの皆さん、あのコインに固執している様子を見るに、エーテル戦線のプレイヤーですね。どっから出てきたのよこの仮面男。私がプレイヤーかどうかなんて。そうだそうだ、お前に何の関係がある。仮面なんかつけてこ私はもし皆さんがプレイヤーなら、エーテル戦線のルールにのっとって、こちらにいるお嬢さんたちがこのお友達の代わりにあなたたちに挑戦する。もし彼女たちが負けたら、コインはあなたたちの戦利品になりますので。ただし、もし皆さんが負けたら怒りを収め、少なくとも私の競技場の中では騒ぎを。あんたならそう言うと思った。どうぞ、こちらが初心者向けのエーテル隊たちです。ルールに慣れるために使ってください。もしお二人がこの程度のエーテル隊すら倒せないのであれば、このゲームには向いていないと言わざる。この絶対にトパーズ様ファンクラブのメンバーの凄さを分からせてやる。よし、悪者は追い払ったよ。エリック、大丈夫、ありがとう開拓。うん、大丈夫ならよかった。それでなんでカンパニーの社員にイチャモンをつけられてたの。俺にもわからない。コインを見ただけでは誰が落としたものかまではわかりませんね。先ほどの方たちは他にも何か言っていませんでしたか。そうだ、あいつらトパーズの名前を出してた。思い出した、あいつら自分たちはトパーズって人のファンクラブのメンバーだとか。トパーズってそんな手段を選ばない人だったの。それは何かの誤解だと思います。私もトパーズさんとは交流がありますが。それってこのコインはトパーズのものじゃないってことだよね。ええ、このエーテルコインには持ち主に関する情報が何もない。俺このコインやっぱり開拓者の姉ちゃんたちに渡す。ちょっと、子供が相手の時ぐらい遠慮しな。俺はこれが何なのかわからないし、戦線の遊び方も知らないから。でも姉ちゃんたちならこのコインを使いこなせるんだろ。エリックがそう言うなら、コインはうちらが保管しておくね。私もそれがいいと思います。交換も育成もエーテル戦線の一環ですから。じゃあ姉ちゃんたちに任せた。俺は先に帰るよ。親父。あ、ちょっと勝手に行っちゃった。ねえ、あの子を家まで送った方がいい？その心配はないかと。カンパニーの社員の大半は労働倫理を守っていて、カン、お二人ともここでコインからエーテル隊を呼び出してみてはいかがでしょうか。お二人が本当の意味で確かに。このコインどうやって操作するんだろう。あ、出てきた。これって次元プーマン？次元プーマン、これは非常に珍しいエーテル体ではありますが。あれ、この子なんか怖がってる。どうしよう、うちら何か間違えちゃったとか。安心してください、美月さん。おそらくですが、この次元プーマンはもともと。しかし少し妙ですね。コインに保存されたエーテル体の生物データ、プログラムによれば、本来はおとなしくて聞き分けが良く、プレイヤーの指示に忠実であるはずな。え、どうしよう。ねえ、あんたが指示を出してみたら。動かないね。わかりました。これはおそらく何らかのデータ異常によるものでしょう。通常の流れではエーテル戦線のプロジェクトチームに報告して。処分されちゃうの？そんなのやだ、カンパニーには渡せない。ねえ、この子を残しておこうよ。よかった、あんたなら絶対この子を見捨てないと思ってたよ。とにかく
この子を連れてフェスティバルに参加しよう。まずはいい名前をつけてあげない。ねえ、どんな名前がいいと思う？うん、うちも考えてみる。あ、いいね、その名前うちも気に入った。でももしあんたが他の名前がいいって言うなら、もう見て、反応してる。この名前が気に入ったんだね。よしよしどこから来たのかわからないけど、一緒にチャンピオンになろう。もちろんこの子がどこから来たのかわかればもっといいけどね皆さんが笑顔になれる結果になりましたね。それでは今からエーテル戦線プレイヤー端末の使い方をレクチャーしましょう。プレイヤー端末です。複雑だね。あんたは使いこなせそう？あんたってすごいんだね。これから何かあった時は頼りにしてるよ。先ほど私が言ったことを覚えていますか？各地のバトルランドに行ってバトルランクを上げ、さて私はフェスティバルが無事に行われるよう他の施設の運営状況も視察しなければなりませんの。皆さん、ぜひこのフェスティバルを楽しんでください。よし、学べるものは学んだし、そろそろ旅に出る時間だね。また会ったね お二人ともお早いですね。ようこそ。いい質問です。私は大会のスポンサーとして全てのゲーム施設を視察しているんですよ。そういえばお二人は初めてバトルランドに入るんですよね。前に私が言ったことを覚えていますか？プレイヤーはバトルランドの中で有利データを集め、その中でも有利データを集めることは最も重要なプロセスなんですよ。せっかくお二人がいることですし、どのように有利データを収集すればいいか。え、いいの？迷惑だったりしない？そんなことはありません。初心者の方に早く遊び方を身につけてもらう。お二人には宇宙からの炎という名のエーテルデータを差し上げます。近くにはぐれ有利データがたくさんいるようですので、少し練習してみましょうかといったところでしょうか。いいこと言うじゃん。確かにジョバンニさんのおかげだよね。次はどうしましょうか。ああそうだ、お二人のために何枚かエーテル拡張チップを用意したんです。このチップをエーテルコインで読み取るだけでエーテル体に様々なスキルをつけることができます。うん、あんたとミツキもいたんだね。わあ、セーバルにペラ、お久しぶりですチャンピオン候補の二人が登場するとは。なんだってセーバル、お前このバトルランドのチャンピオン候補なのか。へえ、そりゃしっかり準備しねえとな。久しぶりだな開拓者。それからセーバルと情報官。へえ、このゲームってもうベロブルグでこんなに流行ってるんだ。はい、カンパニーの方々がやってくるまで。このエーテル戦線ってゲームが面白くてもう何日も夢中でプレイしてて。他のことにもこれくらいやる気を出してくれたらいいので。セーバルさん、ペラさん、調子はいかがですか？慣れた慣れた。私とペラでもう何人もの新人プレイヤーを。自慢するようなことではないでしょ素晴らしい。このバトルランドをあなたたちに任せて正解。皆さんお揃いのようなので、チャンピオン候補であるセーバルさんとペラさんから。オッケー、ルールは簡単。私はシルバーメインのスノーストーブを少し改造して1台のストーブにエネルギーコアを取り付ければ同時に近くにある全てのストーブ。あなたたちは限られた数のエネルギーコアを使いバトルランドの中にある全てのスノー。百聞は一見にしかずってね。この2台のストーブで伝達機能により手の届かないストーブも起動させることができるので、バトルランドの中には他にも似たようなストーブがあります。それらすべてを起動させ。でも私たちも簡単にトーナメント戦の資格バッジを渡すつもりはない。へえ、そんなルールまであるんだ。もしかして。その通りです。これもフェスティバルの一部。
バトルランドごとに異なるお題が用意されていますので。血がたぎってきたぜ。絶対に資格バッジを勝ち取ってやる。今度こそ俺のロック魂が本物であることを。みんなやる気満々だね。ねえ、うちらもなんか いいね。うちらはエーテル戦線マスターになる。ちょっと待って、このセリフうちやる気満々じゃん。私たちもこのゲームを完璧に理解したわけじゃん。こちらが3つのエネルギーコアです。これを使ってバトルこれこそがフェスティバルのあるべき姿。この正解に投資したのは。では、私は次のバトルランドの視察に向かいます。ありがとう、ジョバンニさん。さあ、セーバルとペラにチャレンジしよう。うん、まさかあんた。さすがですね。うちの前ではお題なんて何の障害にもならないもんね。へえ、強気じゃん。なら私たち機械ブームの凄さを分からせてやらないとね。まさかあなたたちの計算が私を。そうそう、うちのおかげ。私たちの負けだ。ほら持って行って。それからこれはあなたたちへのプレゼント、エーテル拡張チップです。この子すごい楽しそう。次元プーマン、とても珍しいエーテル体ですね。先ほどのバトル中。えへ、実はうちらにもよくわからないんだ。カンパニーの社員たちがこの子を奪い取ろうとしてたんだよね。だからうちらはこの子を守るためにそばに置いてるの。そういえばセーバルってうちらよりエーテル体に詳しそうだけど。悪いけど私にもよくわからない。そっか、トパーズに聞けば何かわかるかもしれないんだけどな。かわいい。しっかりお世話してあげてくださいね。そしてこの子と一緒にバトルを勝ち抜きチャンピ。ありがとうペラ、絶対チャンピオンになってみせるから。ところで、あんたたちは謎のやり手プレイヤーの話は聞いてる？うちらは聞いたことないけど。誰？そのプレイヤーのことはあなたたちも知っていると思います。ジョバンニさん、あの人何を企んでるんだろう。それは私たちにもわからない。とにかく彼に口止めされてるんだ。ふーん、変な人。いずれにしてもあなたたちの目標がチャンピオンになることなら、頑張って鍛えてゲームを楽しむといい。本当にすごいバトルだったね。あのストーブのお題も楽しかったし。また負けた。また負けた。超最悪。あ、ちょっと待って、聞きたいことがあるの。あの連中本当に何なの？すぐ尻尾を巻いて逃げ出して。この子一体何してあいつらを怒らせたんだろう。よしよし、大丈夫だよ、あいつらはもういないから。もうせっかくいい気分だったのに、あいつらのせいで台無しになっちゃ。あんたの言う通りだね。今日は疲れたし、さっきの休めた？え？でも顔色は悪くないけど。ちゃんと休めたなら早速出発しよう。バトルランド竜渡し今。これはこれは、開拓者のお二人ではありませんか。ここまでいかがでしたか？もうゲームには慣れました？さすがですね。とにかくお二人が楽しんでいるようで安心しました。残念ですが私はもう行かなければ。スポンサーとしてやるべきことが。お疲れ様、ジョバンニさん。いえいえ、このくらい当然ですよ。ではお二人が順。こんなに人がいるなんて。事前に分かってたら緑茶を持ってきて実況配信したのに。また情熱的なチャレンジャーがやってきたようですね。うわ、すっごい賑やか。
エーテル先生のプレイヤーで、竜雲私の、ちょ、なんだっけ。すごい元気だね。その見た目、もしかして泉州の地元の人じゃなかったりする？お嬢さん、いい洞察力してるね。確かに私は泉州の、私の本名はグネビア。泉州の友達が本名にちなんだ泉州風の名前をつけてくれたんだ。ケイナイフン。ケイは花木、ノはノ、フンは方向。つまり素晴らしい木の方向って意味になるの。出会いは縁。私たちの縁はここから始まった。もうみんな友達だよ。普段は長楽天で雑技をしてるから、時間があったら見に来てね。うちは美月なのか。この子は、あ、まずはフェスティバルのスポンサーのジョバンニさんを紹介。美月なのか、素敵な名前、しっかり覚えておくね。それにしてもプレイヤーだけじゃなくてスポンサーまで来てるなんていいえ、ただ現場の視察に来ただけですよ。私はこれから予定がありますので。うん、気をつけてね。このバトルランドのお題については私がしっかり説明するから。では、あとはケイナイフンさんにお任せして、私は先に失礼しますね。このバトルランド竜雲私について、私が、ここのチャンピオン候補が誰かはわからないけど、お題に関してはよく知ってるんだ。あっちの壁にある文様が見える？玉鳥の流鶯記で敷地内にある全ての文様を記録す、そうそう、流鶯記はカメラのことね。私の説明大丈夫だったかな？簡単でいいじゃん。うちみたいなプレイヤーにとっては大助かりだし。あ、なんか今自分をバカにしちゃったかも。二人とも理解したなら実際に試してみて。私はここで待ってるから。やや、これはまさかお前らまでバトルランドで俺にチャレンジしに来るとはな。老頭エキソー、俺は数百年生きているが、まだまだ若者には負けんぞ。いいか、手加減はなしだ。亀の甲より。このフェスティバルでこの子のことが分かれば。あ、そうだ、講師先生、この子について何か見解とかな。おお、妖金火事のてっぺんでも何も。ううん、大丈夫だから謝らないで。話は変わるが、お前ら仮面をつけたジョバンニという種族の民を見たことはあるか？そいつから伝言を預かっているんだ。例のやり手プレイヤーについて。破竹の勢いでトーナメント戦の資格を手にしたことが。え、またその人の話？でもジョバンニさん、なんでうちらに直接。俺もそこを疑問に思っている。俺は伝言を頼まれただけだから。分かった、ありがとうね、講師。そうかしこまる必要はない。ねえ、今日はもう遅いし、各社に戻って休まない？確かにそういう意図はあるかも。はあ、この誰かの手のひらの上で踊らされてる感じ、本当にモヤモヤする。今日はもう休もう。明日の目的地はバトルランド宇宙ステーションヘルタ。って、ねえ、あそこ見て。あんたたち絶対ここにいると思ったわ。絶対いると思ったぞ、正規。はあ、もういい加減にしてよ。何も知らないくせに。そいつはトパーズ総監にとって大きな意味を持ってるんだから。絶対に手に入れてやる。お前らなんかに会社勤めの苦労がわかる。その通り、うちらは仲間を売るような真似しないんだから。それならまたバトルするしかないわね。俺たちはずっと鍛錬してきたんだ。今度は負けないぞ。連続
回連続で負けるなんて。また逃げられた。はあ、これが最後じゃない気がする。各社に戻ろう。明日はバトルランド宇宙ステーションヘルタに行かなきゃ。ここからバトルランド宇宙ステーションヘルタに行けるみたいだけど、準備はいい？はい。目標はトーナメント戦の資格バッジ。ここにいるということは順調にゲームの腕を上げているということでしょう。ありがとう、ジョバンニさん。ところでちょっと聞きたいことがあるんだけど。もちろん大丈夫です。私に答えられることなら。ね、やっぱりあんたが聞いてくれない？ほら、うちらがずっと疑問に思ってたあれの。ジョバンニさんさ、ずっとうちらのことをそれとなく誘導してるよね。各フェスティバル会場のチャンピオン候補にうちら宛ての伝言を頼んでるのって。そんなことを気にしていたのですね。大丈夫、私には何の悪意もありません。フェスティバルの単独スポンサー、そしてエーテル戦線の忠実なプレイヤーとして、それは全ての参加者にゲームの魅力を体感してもらい、この言葉でご納得いただけるでしょうか。それは先ほども言った通り、私には何の悪意もありません。分かった。じゃあとりあえずはジョバンニさんを信じるよ。理解してくださってありがとうございます。では私は先に失礼しますね。また勝手な。なんでここにいるの？分かってるじゃん、私たち話が合いそう。本当に悪さをしに来たんじゃないの？あ、まさか。はあ、何か理由がないとダメ？私はただプレイヤーとしてここに来ただけ。結局あの仮面男が何を考えてるのか、さあ知らない。実は全部おとりで、私の集体を見たいとか考えて、仮面の愚者は自分が楽しむためなら何だってする。理解するのは永遠。ジョバンニさんってやっぱり仮面の愚者だったんだ。仮面をつけた人と関わるときは用心することを忘れない方がいい。なんかジョバンニさんについてよく知ってるみたいだね。彼は多分全宇宙で一番目立つ仮面の愚者。イプシロンの仮面の豪商の話は誰だって。でも私は大して興味がないから資料を漁ってな。あー、もしもし。ん？これってアナウンス？性格のお子ちゃま、ピンク頭のちびっこ、何グズグズしてるの？ゲームはしないわけ？私は急ぎの研究があるんだけど。ピンク頭のちびっこってっていうか、なんであんたには言及しないの？ここの監視端末のバックグラウンドを少し調整したの。ホログラフィック投影でここに現れたとし、すごい便利な能力だね。慌てないで、まだ課題を言ってない。私にチャレンジしたいなら宝の地図の中から。うーのお子ちゃまにピンク頭のちびっこ、どうだった？競技協会が私とあなたたちに用意したバカゲ。うちはピンク頭のちびっこじゃないもん。あなた以外に誰がいるの？アスターはここにいないじゃない。もういい？さっさと終わらせたいの。バトル、それか直接資格バッジを渡してもいいけど。はあ、めんどくさい。なんで私がカンパニーの顔を立てなきゃいけない？それじゃあ始めよう。二人同時にかかってきていいよ。あ、私の負けだね。はい、資格バッジ。全然やった感がない。やった感？何それ、食べられるの？どっちの論も成立する可能性がゼロなのは、用が済んだなら早く言って。それとも今から私がお茶を。はあ、一人につき一つまでなら質問に答えてあげる。知らない。あ、そういえば聞きたかったんだけど。どうして？
カンパニーの顔を立てるため以外の理由があると。はいはい、無駄話はここまで。一人につき質問は一つまでって言ったけど、この子何か危険を察知したみたい。最後に一つだけ質問してもいい？はあ、この次元プーマ、正確にはエーテル体なんだけど少し性格が変わってるみたい、うん、ない。そっか、天才クラブの人でもわからないなんて。あ、そうだ。え、何か心当たりあった？それはないけど、ジョバンニから伝言があるの。例のやり手プレイヤーは前回のフェスティバルのチャンピオンを破り、異例の形で今期のチャンピオンとなりました。それだけ。もう行っていいよ。え、それをうちらに言ってどうするの？もっと攻略速度を早めろって忠告か、あるいはあなたたちを挑発してるのかもね。もう完全にジョバンニさんの手のひらの上で踊らされてる気が。何か質問があるなら彼にして、私は責任を負うつもりはない。わかったよ、ミスヘル。ねえ、資格バッジは手に入れたことだし、列車に戻って休憩しよう。ん？あんたのスマホ乗って。あなた、それに美月さんも来てくれてありがとうございます。ついでに来ただけだから気にしないで。それで話したいことって？実は僕、トパーズ様ファンクラブとそのエーテル体によって生じた問題を解決するために、それでエーテル体が二人のところにいると聞いて少し話がしたくて。え？ああ、あなたたちがこの個体につけた名前ですか？もう仲良くなったんですね。それでもあなたたちには僕とトパーズ総監のお願いを聞いてもらいたいんです。あ、どうして勝手に出てきたの？やっぱりこの個体は総監が言っていたエーテル体ですね。実はこのエーテル体はファンクラブが勝手に宇宙ステーションから盗んだもので、もともとはアスター所長のコレクションの一つなんです。トパーズ総監も最初はファンクラブのことを問題視していなかったんですが、今回の彼らの行動は総監の顔に泥を塗った。そこで問題が発生しました。もう気づいていると思いますが、このエーテル体は非常に珍しく、そのためこの個体は宇宙ステーションに返される前に逃げ出して、その時にエーテルコインも持ち去られてし、コインはベロブルグの下層部に落ち少年に拾われました。その後あなたたち二人と個体の縁もその時から始まっています。うん、うちも不思議に思ってた。この子は一体どうやって個性を。それは実はエーテル戦線のプロジェクトチームのミス。エーテル体の全データはプレイヤーによってアップロードされますが、プロジェクトチームはどのエーテル体もプレイヤーの指示に従うよう。でもこの次元プーマンのデータはそのプロセスから漏れ、直接ゲームのサーバーにアップロードされてしまった。もしかしたらアスター所長はそこを気に入って。うん、ちょっと今の話を整理させて。つまりこの子は他のエーテル体と同じように実在する生物のデータのコピーで、個性があるのはゲームのプロジェクトチームのミスが。いずれにしてもトパーズ総監からはこのエーテル体を宇宙ステーションに返すよう。なので今回あなたたちに来てもらったのは、このエーテル体のデータが入ったコインを僕に渡してもらえませんか？そうすれば僕たちでこの個体をアスター所長に返却します。もう前回のようなミスはしないと約束するので、どうか安心してください。どうしよう。理屈で言えばこの子はアスター所長に返すべきなんだろうけど、どうしてもお別れしたくないって思っちゃう。ねえ、あんたはどう思う？このエーテル体はあなたたちのことが大好きみたいですね。わかりました。じゃあその個体とチャンピオンの称号を手にするまでは行動。トパーズ総監とアスター所長には僕の方から事情を説明しておきますから。そんなことして本当に大丈夫なの？任せてください。ただこの案は問題の根本的な解決ではなく、この時間を使って
気持ちや考えを整理して。うん、ありがとう。絶対この時間を大切にする。もうあと少しで人前なのに泣きそうだったんだ。ありがとう。とにかく今日はこれで終わり。明日の目的地はチャンピオンツアーの終点、バトルランド大コークだよ。あれ、今日はいつもと比べてなんか足りないような。うちの気のせい。やっほー。ちゃんと休めた？今日は最後のバトルランドだから。ならよかった。じゃあ出発しよう。目的地はバトルランド大国。やっぱり正しかった。お前らなら絶対に最後のチャンピオン候補に。ああ、昨日なんか足りないって思ったの。あんたたちが突っかかってこない。あんたたちのせいで私たちの面目丸つぶれよ。もうか、絶対エーテル体を奪い返してやる。そう、この子はうちらの仲間なの。っていうかあんたたちファンクラブって教えてやろうじゃないか。はいはい、君たちもう。この声、トパーズ総監。またあっちこっちで騒ぎを起こして。こんなことになるならもっと。トパーズ総監。俺たちが間違ってました。謝って済むならカンパニーの人材奨励部は必要ない。君たちがやったことについては全部報告を受けてるから。そんな。それと君たちとエーテル体の話はワイルダーから聞いてる。アスター所長と話し合ったんだけど、このエーテル体をどうするかについては。あ、確かにそうとも取れるけど。とにかく君たちは安心してこの子とフェスティバルを楽しんで。この子も同じ意見みたい。そういえばなんでトパーズがここにいるの。その通り。でも私はチャンピオン候補、前回のチャンピオンとして私には直接トーナメント戦に進出する資格があるの。最近この界隈に一人のやり手プレイヤーが現れて大騒ぎ。褒めすぎだよ。エーテル戦線の腕で。それでそのやり手プレイヤーって誰なの。それは秘密。ジョバンニさんから君たちにサプライズを残しておくよう言われてるんだ。一プレイヤーとして私は二人に攻略情報を提供できる。ほら見て、この道をまっすぐ行けばバト。もっと詳しい情報が知りたければガイドに会いに行ってみて。私は他に用があるからここで失礼するね。バトルランドのガイド、もしかして重要な情報とか持ってるのかな。早速探しに行こう。やはり私の目に狂いはなかった。あなたたちの情熱は実に輝いていた。今回のフェスティバルの単独スポンサー、やっぱりジョバンニさんだったんだね。うちの予想は当たってたんだ。なんという鋭さ。しかしバトルを始める前にお二人は私に聞きたいことがたくさんあるでしょう。つまりうちらの質問に答えてくれる。美月さん、焦らないでください。エーテル戦線競技協会がなぜトーナメント戦に資格バッジという制限を設けたか、ご存知。答えは簡単。チャンピオンの座を勝ち取るためには人々に実力と決意を示さなければ。そしてそれは質問も同じ。あなたたちが本当に運命に問いかけ答えを得たいと思うのなら、痛快なバトルでした。このジョバンニ・ジョルジオ。トパーズの言う通り、ジョバンニさんって強かったんだね。
とんでもありません。お二人の決意は確かに見さす。まずやり手プレイヤーとは誰か今教えられるのは、私はそのプレイヤーではないということ。そして私は彼女のために秘密を守る必要があるという。じゃあジョバンニさんとそのプレイヤーの関係って？関係ですか。何も特別な関係ではありません。ただそのプレイヤーはあなたたちに会いたがっていて、私にはそれを可能にする力がありましたので、彼女と意気投合しまして。彼女はうちらに会うためにこんな労力を惜しまないなんて、一体誰？今回は人がたくさんいるから消去法は使えないと思うけど。これ以上は私の口からは言えません。真実を知りたければ、これをもってトーナメント戦に参加して、全宇宙にあなたたちの実力と決意を示せば、欲しい。ジョバンニさんの言う通りだね。バトルランドのバッジも全部揃ったし、あとはトーナメント戦の開幕を待つだけ。見て、この子も準備万端だって。よし、頑張ろう。目標はチャンピオン。し、やっほー、今日はいよいよトーナメント戦が開幕する。元気そうで安心したよ。青函決勝フェスティバル会場へ出発。とも来ていたんですね。ええ、僕が登録を行うのでエーテルコインを貸してもらえますか？はい。あなたたちの情報はトーナメント戦のシステムに登録されました。始まるまで時間があるので、この間にしっかりと準備してください。この子やる気満々みたい。うちらも近くを見て回ってしっかり準備しよう。最初の相手がお前らになるとはな。ああ、よろしく頼むぜ、ベロブルクの大英雄。手加減はしねえ。俺の自慢のエーテル体でお前らをぶっ飛ばしてやる。盛り上がってきたね。向こうも準備万端みたいだし、始めよう。その調子ならあっという間にチャンピオンの称号を手にしちまいそうだな。ありがとう。次のバトルが始まる。選手は一旦準備エリアに戻り、入場の準備をしてくれ。もうすぐ次のバトルが始まるね。俺のチャンピオンへの道は途絶えたが、お前らは頑張れよ。ここで売るのはゲイ。どこの客でも大歓迎。投げ銭あればもちろん A。金より愛は座右の銘。無駄話はここまで。芸能こそは我流のね。うわぁ、こんな陣容見たことない。上洛店のあの広場より立派かも。は、また会ったね。まさかここで会えるとは思わなかったよ。二人がここにいるってことは、私たちライバルってことだよね。うん、そういうことになると思う。誰かと共演するのは今回が初めてなんだ。一緒に会場の雰囲気を盛り上げよう。じゃじゃーん。でもさすがだね。もう私に匹敵するくらいの実力じゃん。ねえ、
この後私と一緒に超楽天で大道芸でもあそこに座席なんてあったっけ。まもなく次のバトルが始まる。選手は一旦準備エリアに戻り、大型ビジョンにはあんなにはっきり映ってるのに、どうして会場にはいないんだろう。うちらが怖くて逃げたとか。聞こえてる？もしもし。あなた、よくわかってるじゃん。まさか、会場のアナウンスシステムをハッキングした？簡単だった。こんな古ぼけた設備、パソコンの大型ビジョンの操作は少し難しいけど、まあ、こんな感じの登場で十分。大胆すぎない？悪いのは前職のカンパニーのセキュリティシステムじゃない。さあ、あんな人たちのことは放っておいて、あなたたちの次の相手はせいぜい頑張って、私を退屈させない。さっきのバトルでのパフォーマンスは、正直ゲームの分野で私を追い詰めたのはその実力、認めてあげる。何者にも屈しない性格ハンターでも。まもなく次のバトルが始まる。選手は一旦準備エリアに戻り。またお会いしましたね。あなたたちの活躍本当に印象的でしたよ。あなたも感じているのでしょうか、あの方からの視線を。ですが、長ったらしい形だけの話はやめにしましょう。今優先すべきことは、さあ一緒に踊りましょう。私たちでこの完璧なフェスティバルをクライマックスに導くのです。ブラボー。いや本当に素晴らしい。お二人の実力と決意には感動。おしまい？まさか。このフェスティバルの見どころは、始まっ次にあなたたちが対峙することになるのは、前回のフェスティバルの最終勝者、前チャンピオントパーズさんなのですから。彼女とのバトルに勝ってこそ。つまり次が決勝戦ってこと？まもなく始まる。選手は一旦準備エリアに戻り、やっぱりザナコと一緒に勝ち進んできたんだね。ここまでちゃんと楽しめた？楽しい。それがこのフェスティバルの意義なんだろうね。いずれにしても、ここまで来たからには私たちは一戦を交える必要。準備はいい？ずっとこのバトルを楽しみにしてきたの。私をがっかり。トパーズ！トパーズ！トパーズ！トパーズのカリスマ性がすごすぎる。でも負けないんだから、うちらもなんか言おう。開拓者！開拓者！開拓者！これでみんなうちらの味方だね。いい勢い。じゃあしっかりと見極めてあげる。私に喜びと驚きをもたらしてくれる。二人
二人の実力には感服したよ。君たちはチャンピオンの称号にふさわしい。いやいや、まだ終わってないでしょ。ジョバンニさんが言ってた名誉に目がくらまないなんてすごいね。その通り。ジョバン、予想外のことでも起きなければ後で彼から今後の流れでも、今は疑問なんて忘れて勝利の余韻に浸るのもいいと思うけど。今回の生還決勝フェスティバルのチャンピオンの座獲得。きっと来てくださると思っていましたよそれはもちろん、今まで何度もお話しした件に、あなたたちがチャンピオンの称号を勝ち取った後、すぐに例のプレイヤーから連絡がありまして、今こそ最後の、そして真のチャレンジを始める時だと。え？またチャレンジするの？実はこれこそが例のやり手プレイヤーの願い。彼女はあくまで私の担当はガイドですので、それ以外のことはこの階段を登っていけば謎のプレイヤーに出会い、ただしそれも彼女があなたたちのために設けた最後のチャレンジをクリア。素晴らしい。その決断まさに優越。星系にいる全てのプレイヤーが、ではお進みください。階段を上り謎に。出迎えだったりしてやっぱりチャンピオンの待遇って特別なんだね。負けちゃったけど、今回のフェスティバルで最初にチャンピオンになったのは、はいはい、全部フックちゃんの仰せのままに皆さん、ようこそ。わあ、私に優しくしてくれた。またお会いしましたね、フックお嬢さん。どうでしたか？大満足。おじさんをモグラ島に入れてやってもいいと思うくらいそれは光栄ですね。ですが残念なことに、私は開拓者のお二人と同じで、フェスティバルは無事に幕を下ろしました。お二人はそうですか。では行き先に関して私から一つ提案を。遊園地？なんか面白そうだな。ああ、それは少し難しいかもしれませんね。ナターシャさんが同意しないでしょうから。くそー、魔女ババアめ。フックちゃんも大きくなったら行きたい場所に行けるようになるよ。あ、あそこにいるのってミツキの姉さん。姉さん、姉さんだ。え、うちを探してたの？姉さん、やっと会えた。本当に大変だったんだ、姉さん。誰？人違いじゃない？いや、私たちが探してたのはミツキの姉さんで間違いないわ。チャンピオンの座獲得、本当におめでとう。人に褒められるのは嬉しいけど、なんでわざわざそんなこと。それは俺たち今日から開拓者ファンクラブになったんだ。強者のみがチャンピオンの称号にふさわしい。私たちは永遠に強者に付き従うわ。変な組織文化。トパーズ、それにアスター社長、二人とも久しぶり。それからおめでとう。真のチャンピオンの称号獲得。二人ともありがとう
もうそんなにかしこまらなくていいのに。この子まだこの性格のままなのね。あ、この子のこと忘れるところだった。二人がここに来たのってこの子についての話をするため？そうだよ。でも具体的なことはそんなに厳粛にしなくていいのに。でもトパーズさんの言う通り、私たちがここに来たのは、これまでの経緯はあなたたちも知ってると思うから省くけど、突き詰めて言えばあなたたちの選択を見届けるためね。うちらの選択を見届ける？そう、あなたたちの選択。このプーマンは確かに可愛いけど、私にとってはただのデータ群。これ、私にはあなたたちのようにこの子と一緒に過ごしたり戦ったり喜怒哀楽を共有したりしたことがないから、この件に関して。でもあまり重く考える必要も、私の気持ちに配慮する必要もないわ。あなたたちは自分の心の声に従うだけでいいの。だってこの子はあなたたちの仲間で、今回の出来事も。ありがとう、アスター所長。でもうちには決断する勇気がないんだ。やっぱりあんたが決めて。あんたは決めるのが得意だし。そうだよね。ありがとう。大切なことだから慎重に考えて選択しよう。わかった、アスター所長。これがうちらの下した決断だよ。わかった、あなたたちの選択を尊重するわ。これで一件落着だね。ここまで付き合ってくれてありがとう。本当に短かったけど忘れられない旅になったね。